はい、シンです。本日の動画サムネタイトルの通りでございますが、ついにモデルジャパンのですね、来年度の日程が出ましたので、意気込み等についてですね、お話していきたいと思います。見てここ不節制すぎてここにでっけえニキビとここにできてるっていう、早く治ってくれっていう感じなんですけど、ちょっとなんとかうまく隠せないかなっていう感じで日々生活をしております。こっちはねマスクすればいいんですけど、ということで僕のねどうでもいいちょっと不節制事情は置いといて、と言いながらめちゃくちゃ生クリームたっぷりのスタバ飲んでるんですが、出ましたよモデルジャパンの日程。僕はね東京に住んでおりますので、まあ、関東圏内でね大会出ていこうかなと思ってるんですけど、もともと最初から、4月24日のですね、埼玉大会に出る予定はありましたので、そこは確実に出ていこうかなと思っております。まず関東圏内の大会の日程はこんな感じですね。ポンと、はい、まず4月24日埼玉大会と、でその後がね、水戸とかになっちゃうんですよ。6月5日の水戸で、その後が8月21日の横浜大会、10月9日の東京、10月22日の、首都圏と、で日本大会と、10周年大会とも一緒になっちゃいましたね日本大会。まあいいだろうっていう感じなんですが、ということでね、まあ水戸はねやっぱ東京からも若干ね時間かかっちゃうんで、ただ僕納豆好きなんで納豆好きだから水戸っていうのはあれだけど、パンプアップにちょっとね納豆みたいな、いいですね。ニベアね、ステージに立つ前にニベア塗らずに、ね、ちょっと納豆塗って粘ってかみたいな、くせえお前みたいな、隣の選手がこうフロントをねこう規定ポーズの時に、ね、隣のやつくせえなちょっとみたいな感じで、表情が険しくなっちゃって僕勝つみたいな、なんか今日もなんかね偶然ちょっと納豆カラーみたいな着てるんですけど、まずその話は置いておいて、まあ水戸、まあ、あと横浜東京、これ見ると結構いいサイクルなんですよね。僕来年でモデルジャパンほぼほぼラストにしようと思ってるので、結構出ようと思ってます。もうライバルをどんどん徹底的に倒していくと感じの意気込みなんですけど、まあ ほとんどの大会に出て、まあ、グランプリ取ったりとか、やっぱ、まあ、トップ5まではね多分来年も日本大会行けると思うんですけど、もう一人でもライバルをね少なくするために、自分が大会出まくっても毎回その大会でモデルジャパンの日本大会の一枠をなくしていくっていう、かなり他の選手に嫌われそうな感じかもしれないですが、まあただねそんなこと言っても僕に勝てば皆さんいいだけですからね、っていうことでちょっとなんか調子乗ってる感じですが、こうやって見るとね4月24日からの、まあ、約1ヶ月ないかちょっと空いて6月5日のみとで、そっからね2ヶ月以上空いての横浜と、で、まあ、1ヶ月半とかね、そんぐらいでの東京と。なので、まあ、首都では出ないかな、逆に東京、まあ、理想としては僕ね、今年東京グランプリ取ってるから、連覇っていう感じで東京は出たいなと思ってるんですけど、まあ、東京出ないで、首都圏の方の横浜の2ヶ月後に、首都圏出て、最後、日本大会っていうような感じもいいかなと思ってます。まあ、僕はね、本当に、一応今年がモデルラストの気持ちでいますんで、まあ、ちょっとね他の選手に嫌われるかもしれませんが、多めには出ようと実際思ってます。ねやっぱりモデルジャパンでボディメイクコンテストを僕初出場して育てられたところでもありますんで、まあちょっとねお金を落としていくっていう意味でもラスト結構多く出ていこうかなと思ってます。なので個人的には多分埼玉横浜、埼玉横浜首都圏か、埼玉横浜東京、まあ僕今年もね横浜東京っていう流れで出てたから同じ流れでいいんじゃないかな。10月9日まあもう埼玉でね日本大会の切符をとりあえず取って、まあ、その後はっていう感じにはなると思うんですけど、はい、ということで皆さん僕はここのどこかには必ず出てくるっていうふうに皆さん覚えておいてくださいね。はい、ぜひ戦いましょう。絶対負けないですよ。全部グランプリ取ってやるぐらいの気持ちでいきますんで、戦いましょう僕と。はい、というような感じですね。
それではそろそろね、こんな、まあ、多少ね、多少は割れてはいるんですけど、まあ、ほぼデブなんで、ちょっと頑張っていこうと思います。あとね、ちょっとその、僕、歯の矯正、かがんでちょっとね、真ん中の部分が鼻に対してちょっとずれてるんで、それをね、矯正したくて、で、そうなるとね、ちょっと親知らず抜いたり、結構歯をね、抜いたりするっていうことでね、あの大会が、ね、もしかしたらちょっと厳しい状態になるかもしれないんですが、頑張っていこうと思ってます。それでは、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ。